皆様、こんにちは。本日は経団連夏季フォーラム2023、こうして多くの日本経済経済界を代表する皆様方を前にお話をさせていただく機会をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。一昨日まで えー、経団連の中東委員会の皆様方をはじめ、多くの経営者の皆様方とともに、中東を訪問させていただきました、えー、ご協力に心から感謝申し上げながら、まあ、中東、まあ、今の時期、気温は45度近くに上ります。 それから考えますと軽井沢は大変涼しく感じております大変ありがたいなと思いながら来させていただきましたああのま今回去年に続いてこの夏季フォーラムお話をさせていただくわけですがまあ昨年まあ7月の軽井沢セミナーは安倍元,元総理の銃撃という衝撃的な ままたた無念な出来事の直後でありましたロシアによるウクライナ侵略、新型コロナとの戦い、世界的な物価高騰、半導体不足やグローバルなサプライチェーンの混乱、まあ、何十年に一度と言われる事案が次々と重なり合って襲ってくる局面に、 私は総理大臣として、えー、経済界の皆様方は、それぞれ,れ、まあ、経営者として、えー、そうした課題に向き合い、そして対策に追われる中での、えー、軽井沢セミナー、去年のセミナーはそういったセミナーでありました。まあ、重大な事案が、まあ、次々と起こるというのは、われわれがまさに歴史の 転換点を迎えているからですと、去年、私は申し上げさせていただきましたが、こうした時代、認識は、ご紹介いただきました5月の G7 広島サミットでも、議論をする上での当然の前提として、各国首脳が幾度に述べていた認識でありました。 えー、経済界の皆様方、経営者のこの皆様方も、それぞれのこのグローバルなビジネス展開や、ネットワークを通じて、同様の時代認識を持ち、危機意識を持っているからこそ、この1年間、さまざまなご決断をいただいたものと思っております。30年ぶり となる思い切った賃上げ、同一労働、同一賃金の徹底、バブル期以来となる100兆円を超えるペースでの攻めの国内投資、海外投資家から高く評価されつつある企業体質の刷新、この1年間、日本が、 歴史的難局に正面から立ち向かい、打開に向けて宣言け、宣べをつけてきたのは、経済界の皆様方の決断があってこそと、改めて敬意を表し申し上げるところです。私も内閣総理大臣の立場で、この難局を切り抜け、未来を切り開いていくためには、 これまで先送りされてきた困難な課題に一つ一つ正面から取り組むほかない、それが岸田内閣の歴史的な使命だと覚悟して、一時先進、職務に当たってきました。議長を務めた5月の G7 サミットは、国際秩序と世界平和を守り抜くとの 平和国家日本の覚悟と決意を印象深いシーンとともに世界に発信をしまさに歴史的なサミットであったと感じています緊迫する東アジア安全保障環境の中首脳間の強い信頼関係を築き日韓シャトル外交を本格化させ日米韓 の連携も強化してきましたまた昨年年末には防衛力の抜本的強化やエネルギー政策の大きな転換を決断し実行のために必要な法案を先の国会で成立をさせましたさらに日本の最大課題の一つである人口減少少子化問題への 取り組みを抜本強化するために社会全体の意識転換や若者世代の所得向上を視野に入れたこれまでとは次元の異なる包括的な子ども・子育て政策これを取りまとめました日本が直面する難局は事態の進展とともにさまざまに形を 変え続けていますこれまで着手した課題への取り組みもいよいよ実行段階を迎えています。まさに胸付き発調の局面だと感じています。もちろんそれだけではなく、さらに本質的な課題に我々は直面をしています。外交、経済、社会の3つに分けて、 まず、ポイントだけ申し上げたいいと思まますまず外交においては、今、国際社会は分断から対立ではなくして、協調に向けて努力をしていかなければならない、大きなんこの曲がり角、大切な時を迎えていると感じています。まあ、米中の対立、これは従来から言われてきたところでありますが、 いわゆるプリゴジンの乱を経て、ウクライナをはじめ、国際情勢は緊迫の度を加えています。米国の政治日程やウクライナ,ウクライナの戦況などもにらみながら、西側の結束を弱めて世界を分断しようとする、さまざまな動きがこの激しくなっている。 ここうしたことが懸念をされます今世界においてはロシアと欧米諸国がウクライナ情勢をめぐって激しく対立をしています。日本は G7 の枠組みで欧米諸国と足並みを揃えているわけですがしかし世界を全体を見ますとロシア欧米諸国だけではなくしてその中間に グローバルサウスといわれる多くの中間国が存在します。こういった国々は、どちらにつくというのではなく、濃淡、温度差はあるものの、自分たちの国益を考えて、世界のこの動きをじっと息を凝らして見ている、こういった状況の中にあります。こういった世界の情勢の中で、再び国際社会は、 協調に向けて一致することができるかどうか、これが国際社会の中で問われています。アジアにおいても、先ほど申し上げました日韓関係、さらには日中関係、こうしたこのアジアの,この外交のありようが問われている、こうした状況にあります。こういっった中にあっても 分断や対立ではなくして、協調を目指すことができるかどうか、これが外交においては問われているんだと思います。そして2つ目のポイントとして、経済ということで申し上げるならば、経済のこのポイント、このポイントを一言で言うならば、 持続可能性、えー、ということではないかと思っています、えー。今日のこの経団連のセミナー、昨日、今日のこのフォーラムにおきましても、えー、資本主義の再構築という大きなテーマで議論されたと伺っておりますが、この資本主義ということについても、市場やマーケット、競争や効率、 にここのの任たたままでいいのかこうした市場任せによって、格差やあるいは気候変動といった資本主義の持続可能性に関わる大きな課題を突きつけられている、これが今の国際社会であり、世界各国が資本主義の新しいモデルを追求している、こうした状況にあります。 そういった中にあって、私は新しい資本主義ということで、こうした資本主義の持続可能性に関わる課題に、あえて投資を行うことによって、成長と、そしてこの課題解決、この2と追うことを考えていくべきではないか、こういったことを訴えさせていただいています。 人への投資を行うことによって、消費につなげ、そしてそれを次の成長につなげていく、成長と分配の好循環、これをぜひ実現したい、さらには気候変動、GX、こうした課題に、官民で思い切った投資を集中することによって、成長と課題解決の二頭を追うことによって、 資本主義の持続可能性を維持していきたい、こういったことを申し上げてきました。そして3点目のこのポイントとしましては、社会のありようということがあります。この社会につきましては、やはり人口減少というのが一つのキーワードになるのではないかと思っています。この人口減少 という国家的な課題に取り組むためには次元の異なる少子化対策とそしてデジタル社会への変革この2つを車の両輪として経済社会を変革していくことが必要であると感じています。2030年に なります20 2030年代になりますと、えー、日本の人口、若年層の人口の減少が、あ減少のスピードが、えー、格段上がってしまう、こういったことが指摘をされています。えー、2030年までが正念場だということでうん、この次元の異なる少子化対策によって、人口減少のペースに歯止めをかける。 一方で、この人口減少によって、この地域ですとか、うん、経済、あるいは社会保障制度、この最低限の生活サービスすら維持することが危ぶまれることになってしまう、まあ、こういったことから、この人口減少への適応を図っていく。 こういいいいった視点かかららも、まあ、取り組みも進めててなななければならないと感じています、えー、この人口減少の中で、地域の創生も考えていかなければならない、まあ、地域創生につきましては、地方創生につきましては、まあ、従来から多くの先輩たちがさまざまな努力や議論を行ってきましたが、なかなかこの成果につながってこなかった。 こういったことでありますが、こうした地方創生の課題、これをデジタルの力で乗り越えることができ,るできないだろうか、これがデジタル田園都市国家構想というこの政策を打ち出している、私の最大の狙いであります。デジタルの力ででスマート農林水産業ですとか観光や国土強靭化も こうしたデジタルの力で格段とその発信力や精度を高めることができるまた遠隔医療ですとかあるいはリモート教育ですとかこの地方の課題をデジタルの力で乗り越えていくさらにはですね今世界的な課題としてこの現代社会 国民のニーズがどんどんと多様化して、複雑化していく、その中で、このニーズにしっかり応えていく、さらには新しい課題が次々と出てくる中で、これに応えようとすると、結果として、どの国においても政府がどんどんと大きくなってしまうと、政府の巨大化、これもこの現代,現代社会の、国際社会の 大きな課題でありますこういったことでありますから、やはりデジタルの力を使って、小さくて大きい政府、すなわち効率的で大きな仕事ができる政府、これを目指していかなければならない。こうしたこの発想で、デジタルによる行財政改革、これも進めていかなければならない。 ここんなことを感じています従来、この日本の行政組織においては、国があって、県があって、市町村があってと、上位下脱のこの仕組みであったわけでありますが、そうではなくして、デジタルという発想ですと、国が全国に 5G ですとか、光ファイバーですとか、海底ケーブルですとか、必要なデジタルインフラを、国が責任を持って、しっかりと、 この用意をし、その上に、えーそのえー、国民に一番身近な市町村がきめ細かな行政サービスを行う、その間を都道府県がしっかりとつないでいく、えー、こうしたこの行政のあり方を考えていかなければならないんではないか、まあ、こうしたデジタル行財政改革も進めていかなければならない。 こういったことも感じています。そして、その際に、今、このマイナンバーカード、マイナンバーにつきまして、国民の皆さんにこの不安を招いている、このことについては、行政のトップとして、本当に申し訳ないことであると思います。しかし、この人口減少の中にあっても、 日本がこの活力ある社会を維持するためにはあ、その新型コロナとの戦いにあって、我が国はこれほど世界の中でデジタル化が遅れているのかと、えーほどえー、痛感した我々としては、うん、ぜひ、えー、こうしたデジタル化を進めて、えー、新しい時代に備えていかなければならない。 そのためにも、マイナンバーカード、マイナンバーの信頼回復に、政府を挙げて自治体ともしっかり協力をしながら、努めていかなければならない、こうしたことを感じています。えーまあ、以上、これから取り組まなければならない課題、ポイントだけ申し上げさせていただきました、先送りされてきた課題、あるいは先送りできない課題、こうしたことについて申し上げさせていただきました。 しかし、昨年と今年の大きな違いは、次の時代を切り開いていこうという試みが、まあ、広がってきました。えー、昨年より、賃上げをはじめ、さまざまなこの経済の状況を見ても、明るい雰囲気が出てまいりました。攻めの挑戦を行う雰囲気や余地が出てきたとも感じています。えー、経済界の皆様方は、 次の時代を開く挑戦をしていく上で、我々にとってパートナーであると思っています。経済界のリーダーの皆さんと将来のビジョンを共有し、国家戦略のすり合わせを密にしていくことで、この歴史の転換点を乗り越えて、次の時代に共に進んでいきたいと考えております。まあ、以上、上上申し上げた上で、う 経済と外交について、もう少し具体的にお話をさせていただきたいと思います。まず、経済の方ですが、新型コロナ後の経済再生に努めなければならないわけですが、この気候変動ですとか、エネルギー問題、あるいは少子,少子高齢化など、社会課題を成長のエンジンへと 転換していく私は内閣総理大臣就任して以来、新しい資本主義を掲げて政策実現、政策を実現実行してまいりました。この1年間だけでも、スタートアップ育成5カ年計画、資産所得倍増プラン、GX 実現に向けた基本方針、 さらには三一体のの労働市場改革の指針など取りま,とめま,したまさに新しい資本主義は政策の実現実行フェーズを迎えつつあります。また本年5月に新型コロナを5類感染症といたしました。感染の再拡大について、中止は必要ですが、日本社会はコロナ前の状況を取り戻しつつあります。 まさに今、日本経済はコロナ禍を乗り越えて、本来の力強さを取り戻す途上にあります。そして、このチャンスを逃してはならないと強く思っています。先日お会いしました、複数の世界有数のグローバルファンドの CEO の皆さんも、この幾度に、この30年間、 毎年日本経済を注目してきたが、今が最もポジティブだと、こういったコメントをしておられた、大変印象的でありました。そして、その中で、この私自身、経済ということで力を入れてきたのが、賃上げを含めた人への投資でした。今年ののの前半は新型コロナ後の経済の好循環を 生み出すことができるか正,面正念場だという強い思いで望んできました徳倉会長にもご指摘をいただきました8年ぶりの生老氏の意見交換の場の開催をはじめ経済の好循環に向けた様々な働きかけ認識の共有を行ってきました中小企業の人件費が円滑にこの転嫁できるように 公正取引委員会のまあ監視機能等も活用するなど価格転嫁対策も強力に講じてきました。まあこうしたまあ政策的対応とお集まりの経済界の皆様方のご決断によって高い水準の賃上げが実現してきたと感じています。しかしこの賃上げがまあ消費の拡大とまあ生産性の この上昇を通じて、経済成長の底上げにつながっていくものとなるかどうか、分配と成長の好循環を本格的に回し始めることができるかどうか、そのためには、この物価上昇に打ち勝つ持続的なその構造的賃上げ、これが必要とされます。岸田政権では、これまで十分に進んでこなかった労働市場改革。 これを着実に進めてていいいきたいと考えています新たな時代に合わせた学びな生しを行う、えー、リスキリング、そしてその受け皿となる日本型の職務給の導入、えー、そして、えー、成長分野への円滑な労働移動、この3つを三位一体の改革として 進めていくこうした労働市場改革を進めることで構造的な賃上げを実現していきたいまこうしたことを申し上げさせていただきまい,いておりますまたこうした人への投資ということを考えますときに多様性包摂性これも大変重要なポイントです女性や外国人人材が活躍できることも 重要である、えー、先日、まあ、女性版骨太の方針2023を取りまとめ、男女間の賃金格差の是正、えー、いわゆる L 字カーブの解消など、えー、政府を挙げて取り組むこととしています。えー、さらに、日本を代表するプライム市場上場企業が、2030年までに女性役員比率を30%以上とすること。 こう,いうこうした大胆な目標を掲げました、えー。来年、もしこの場にもう一度お呼びいただけることがあったとしたならば、これ、さらにより多くの女性リーダーにお会いできますことを期待しております。えー、そして、えー、もう一つ、経済として、えー、この取り,取り組まなければいけない大きな課題として、 官民連携による新たな産業構造への転換というものがあります。先ほど申し上げたように、世界が気候変動や格差など、持続可能性に関わる問題に直面をしている、世界各国が資本主義のバージョンアップを目指す取り組みを進めています。日本も遅れるわけにはいかない。まあ、こうしたことで、新しい資本主義、 経済新しい経済モデルの追求を行っているところです。その人のへの投資によって成長の分、成長と分配の好循環を実現すると申し上げましたが、成長と分配の好循環というのであるならば、成長あってこそ、これは分配ができるわけでありますから、成長もこれはしっかりと考えていかなければならない。グリーンやデジタル 地域活性化といったこの社会課題を成長のエンジンに変えていくことによって、課題解決と成長の二頭を追う、そのことによって、力強く成長を続ける、そして持続可能な経済モデルを作っていく、こういった発想であります。こうした経済モデルの転換、これは単に市場任せではなかなか実現できない、こうした経済モデルの転換、 ことをを我々は経験ししてきました今申し上げました、さまざまなこの分野に、官が読み水となって、民の投資を集め、過少投資を乗り越えていく、大胆な投資と改革を進めていく、まさに官民で力を合わせた挑戦が必要であると感じています。 例えば GX の分野においては、世界中で今、政策競争といえるような状況が生まれています。米国においては、インフレ削減法をによって、この蓄電池やグリーンケミストリーなどに対して、生産量比例型で巨額の政府支援を 10年間行うことこれを打ち出しています EU においてはネットゼロ産業法案によって官民合わせて140兆円以上の支援措置を打ち出しましたまたハイス取引市場の安定的な運用を踏まえ炭素価格の国,交国境調整措置の具体化これをこの秋から始めることになっていますそれに対して 我が国においても、成長志向型カーボンプライシング構想の具体化によって、10年間で総額150兆円の官民投資を行うという目標を掲げました。そのための基本方針を集中的に議論をし、そして GX 推進法、GX 電源法、この2つの法案を国会で成立をさせました。これによって 日本も政策競争に誤してていいける基盤が整っったと思っています日本の強みを生かして、一歩も二歩も先行する、こういった具体的な政策展開、これを図っていきたいと思います。そして GX 以外にも、AI、半導体、バイオ、フュージョンエネルギーなど、年末に向けて予算、税制、規制のあらゆる面で世界にごして競争できる。 投資支援パッケージこれを作ってまいりますそしてそういった中でまあ昨今特に注目されるのは生成 AI ですがこの生成 AI これはあの産業構造を大きく変換するゲームチェンジャーとなる技術だと思っています AI はポテンシャルとリスクの両面がありそのバランスを取りながら社会の中でどのように生かすか これを考えることが重要です。AI は様々な産業分野で活用が期待されますが、裏返して言えば AI を開発する力が競争力の源になる時代であると考えます。鍵を握るのは計算資源と良質なデータです。政府としては、この日本の研究者やスタートアップ向けに 計算基盤やデータを提供する場を作り、日本の技術力の向上、新たな産業創出につなげてまいります。世界各国も AI と向き AI との向き合い方を模索しています。私はこの G7 首脳の中でも最も早くオープン AI 社のアルトマン CEO と会って、ポテンシャルとリスクについて。 率直に意見交換を行いましたそして G7 広島サミットでは議長として広島 AI プロセスこれを提唱し日本が主導する形で今まさに国際ルール作りが始まっていますこの国際ルール作りを G7 からさらに広げていくことによって国際的なルール作りを主導していくこうした道筋を作っていきたいと思っています まあ以上いよいよ実行フェーズに入っていく新しい資本主義の取り組みの一端、これを申し上げました。人への投資、あるいは産業構造の転換、いずれも官がやること、民がやることという、これまでの二元論では達成することができない大きな挑戦であると思っています。ぜひお集まりの経済界の皆様方のご理解とご協力を得て、大胆に進めていきたいと。 思っています、えー、そして、えーと、いただいた時間ももう,おおおおもう終わりに近づいておりますが、えー、冒頭申し上げたように、経済ともう一つ外交にだけ、えーえー、と触れさせていただきたいと思います。あのー、外交、うん、先ほど申し上げたように、 うん協調から分、あえっ、ー、と、対立うから協調に向かって努力をしなければいけないということでありますが、あの私はあの総理大臣就任してから、大きなあの外交においても方針転換を行いました。ウクライナ侵略、これはポスト冷戦期を終わらせる、まあ、歴史的な転換点となりましたが、 その中で、私は侵攻の勃発直後に、これまでの対ロ政策、これ、大きく転換をいたしました。G7 の一員として厳しい対ロ制裁と、そしてこのウクライナ支援に踏み切った、同時に欧州への LNG の緊急融通など、その連帯を示す取り組みを進めた、こういったことであります。 ウクライナ問題、これは欧州にとどまるものではなく、世界全体の秩序に対する挑戦であり、日本のウクライナ、失礼、今日のウクライナ、これは明日の東アジアかもしれない、このように申し上げてきました。あのこうした日本のこの対応について、日本が立ち上がったことで、ウクライナ問題はグローバルな問題になったと。 えー、こうした旨は、先日の,の NATO 首脳会議でも、えー、欧米、えー、首脳から重ねて謝意、えー、とともに示されたところであります、えー。3月には私自身がウクライナを訪問し、5月には広島にゼレンスキー大統領を招くなど、えー、ウクライナ支援を訴えました。先ほど申し上げたように今世界はロシアと欧米諸国が 鋭く対立をしているそしてその中間に、えー、このグローバル・サウスと言われる中間国が最大の勢力として存在している、この中で、えー、協調に向けて、今一度一致していく方策は何なのか、まあ、こういったことを考え、私は G7 の、えー、広島サミットに議長として臨みました。 あのサミットにおいて、えー、高く評価されているのは、歴史的なサミットであったと評価されているのは、えー、特にあのサミットの最後のセッション、第7セッションでありますが、あの時に G7、もちろんでありますが、インドやブラジルやインドネシアをはじめとする中間国、そしてさらにはウクライナのト,トップも、 同じテーブルを囲んで、国際情勢について認識をすり合わせた、結果として、そのメンバーでこの議論を、時間を延長してまで、徹底的に議論をした結果、そのメンバーで一つの結論として、この世界のどこであっても、力による一方的な現状変更は許してはならない、さらには、 国際法に基づく自由で開かれた国際秩序を守っていく、こういったことについて一致することができた、このことが大きな成果であった、歴史的な成果であったと評価されているんだと自負をしています。世界が分断する中であって、今一度、国際社会が寄って立つ根源的な 理念や考え方を今一度しっかりと打ち出していかなければならない。まあ、自由、民主主義とか人権とかさまざまな理念がありますが、これらは国によって進み具合はさまざまでありますから、今一度これで一致しろと言っても、なかなかアフリカや中東の国々はついてこない。何か一致できる理念はないか、そう,であるならそう,そう考えたときに、やはり、 国連憲章をはじめとする国際法の理念に基づいて、自由で開かれた国際秩序を考える、国際法というのは、そもそも弱い立場の国のためにあるものであり、力のあるものが力によって領土や主権を侵略する、こういった弱肉強食の世界に戻らないためにこそ、国際法があるんだと、国際法に基づいて協力をしようではないか。 こういったことで、先ほど言った第7セッション、あのメンバーで一致して結論として示すことができた、このことが大きな意義だったと思っています。そしてそれを、えー、とこの間も私も NATO の首脳会議、あるいは日 EU 首脳会合、そして中東諸国にこの出向いていって、こういった考え方をみんなで今一度確認をし、こういった考え方を広めていく。 こういった取り組みを進めていいるとこころですこういった取り組みはアジア、韓国や中国との間においても、ぜひ共有していきたい考えだと思っています。こういった考え方に基づいて、今年まあ後半も ASEAN アア関連首脳会合ですとか、G20 ニューデリーサミットですとか、国連総会ですとか、APEC 首脳会合ですとか、日 ASEAN アア特別首脳会議、さまざまな まあ外国機会を通じて、思いを一致し、国際社会の協調に向けて努力をしていきたいと思っております。えー、少し時間をオーバーしてしまいましたが、あ結びに改めて申し上げます。えー、まあ政権発足からこの10月で2年が経過することになります。この夏は 政権発足の原点に立ち戻って、改めてさまざまな方々の現場の声を伺っていきたいと考えております。えー、経団連の皆様にも、今までさまざまな政策のご提言をいただいてきました。しかし、先ほども申し上げたように、官がやること、民がやることの二元論の壁を超えて、官と民で実現していく日本の、そして世界の、 未来について引き続き積極的にご提案いただければと心から願っておりますともに未来を切り開いていくためにご協力ご尽力をいただきますことを改めてお願い申し上げて私の話を終わらせていただきます本当にありがとうございました